おはようございます。はい、今日はなんと何の日ですか？初めて学校に行く、あ、間違えました。え？初めて学校に行くって言っちゃった。でも最後に行ったのが11月の29だよね。金曜日、授業参観の日に最後に行って、そこから土日が。あ、授業参観とかめちゃめちゃ楽しくてテンション上がってさ、ウェーイって感じだったのよ。めっちゃそうだよね。それなのに次の日、あれちょっとなんか頭痛いかなから始まり、夕方ちょっとね熱が出ちゃって、そこから何日行ってない？ 1、2、2、3、4、5、6、7、8 9日ね。あ、りみさんおはようございます。おはようございます。パパ来るよ。パパも来ました。やばいね。演技してる人いるけど、至って元気なので皆さんほっといてください。パパ見て。あ、今連絡帳忘れた。そうなの。はい、9日ぶりの学校です。はい。9日ぶり。やばいね、9日ぶりだよ。大丈夫？うん。緊張しない？しない。おお、さすが4年生。リミだったら絶対どうしよう、大丈夫かなっていうところだけどねえ、リミだったら絶対どうしよう、大丈夫。逆に楽しみすぎてもテンション上がってる。楽しみすぎてテンションが上がってる。しかもこういう時普通に教室入れる側だから、普通にガラガラガラ「おはようございます」って言える。何だったカリアン、カリアン。学校で声でかいから。そうなの？え？学校で声でかいの？でかいから。いつも独り言声でかくて、もうやばい、みんなに聞かれてる。嬉しそうですね。嬉しい。見て、変えたの、ショマハキ。今から TikTok 撮ろうと思ってたの。もう時間だよ。そうだよ、さすがに。で、はい、ちょっとね、一つ。ちょっとね引きこもってたのでなかなかねポスト行けなくて、週末にねこれ気づいたんですけど、しほちゃんのね仲良しのねお友達から A ちゃんからもこの前ねM ちゃんからのお手紙もねちょっと動画にちょっと出たんですけど、 A ちゃんからもなんかお手紙が来てて。もうね、すごいね優しい感じの女の子だし、お手紙も本当ね人柄が現れてるような本当優しい感じのね。しほちゃんがねなんかお熱で辛いからね、私にできることがあったらね全力でねなんだっけ協力するよみたいな、なんかするからねみたいなことかと、しほちゃんがいないとね元気が出ないよってね。優しい、本当に今から学校行くからね。でしほちゃんもねちょっと落ち着いたらお手紙をね返さないとね。昨日ね買ったしプレゼント。はい、もうすぐ出発の時が刻々と。TikTok 撮りたいね。おはようございますって。9日分。今から学校に行ってきますってやつを撮りたいの。じゃあ撮ってください。いいじゃん。元気になりましたよ。報告だねみんなに。本当にねこの数日は元気で、もう食欲もすごくて、お熱の間実はね2キロ痩せちゃったんですけど。この2日ぐらいで2キロ戻りましたという。やばいよね。やばいです。ゆっくり食べ過ぎ。何これ？目のちっちゃい。目ちっちゃい。自分の目の小ささに爆笑。やだ、しょ、なんでこの目ちっちゃいの？そのパワーにいっちゃったんだろうね。これでどうですか出来は？ちょっとまあまあなんですけど。もう一回やる？一応保存しとく。目じゃちっちゃい、ちょっと目大きくして。アイプチしない。学校はできないよね学校。あと。まだシールが入ってた。かわいい。ね、どっちにしよう。目ちっちゃいけどこっちか。目ちっちゃいけど。おはようございます。どうですか、ここのかぶりのなにわセルは。きついですね。きつい？取った？取った。なにわセルがきついぐらい。重いしきつい。そっか。ね、よかったね、でもね。楽しみ。楽しみ。早く行こう。踊ってる踊ってる。じゃあね、頑張って。いってきます。いいよー。グミペア3時だおやつだ